Hey, what's up? レイニーです。レイニー先生の1分英会話では、日常英会話ですごく役立つワンフレーズを1分で覚えていこうというものです。今回はこちら。I take yoga lessons. ヨガするよです。どういう時に使うかというと、じゃあ週末とか休みの時何してるのって聞かれた時に、ヨガするんだよ、ヨガに行ってるんだよっていう時にさらっと答えられるフレーズですよね。ヨガやってる方は今ものすごく多いと思うんですけれど、ヨガって名詞だから、じゃあどういう風に英語のフレーズにすればいいのかなって思う方も多いと思うんですよ。実際私もそうだったので。で、今お伝えしたように、例えば、I take yoga lessons。レッスンは一つじゃないから、lessons で S がつくのと、あと簡単に I go yoga でも大丈夫です。OK, repeat after me. I take yoga lessons.はい、これ知っておよっしゃーって思った方、結構いるんじゃないですか。ぜひ覚えて使うチャンスがあったら使ってみてください。学ばない英会話レッスンって何？ English Partners で検索。